次どこ行こっか。え、待って、理解追いつかないんだけど。いや、たまたま手が寂しくなって温め合ったみたいな。いや、誤解しないで。私の友達だよ。しかも男にちょっかい出してどういう神経してんのよ。そんなに彼氏さん責めないだけでよ。なんか僕も嬉しかったし。もう勝手にやってれば。こんな屈辱初めて。ねえ、私と付き合ってて男行くとかありえないでしょ。実はさ、あ、ごめん、私ばっか話しちゃって。話したいことって何？俺ら別れようかなって。紹介してもらった手前、二人からメイには話そうって。え、二人とも、なんでよ。もしかして、レスとか？レスってよりかは、レス。僕も実は BSL、バイセクションなんだよね。ちょっと待って、あんたらも？ほら、今は多様性。LGBTQ 的な？いろんな人間好きになった方が、人生2倍楽しいしな。あんたらバカ？もう知らない。どうしたの？え、分かった、すぐ行くね。よっ、悪いな、急に呼んで。どうしたの？話したいことあるって。いや、母さんが死んで10年、俺もさ、そろそろ前に進もうと思ってな。やっとか。ママも天国から応援してくれると思うよ。お前も応援してくれるか？もちろんだよ。で、どんな人？実は呼んでて。入ってきてくれ。こんにちは。だいぶ若い人捕まえたね。私と同じくらいじゃないの？違う、彼女は連れ子だ。お前の妹になるんだよ。え、私の妹？じゃあ結婚相手は？よしちゃん、お待たせ。あれやだ、娘さん。やだ、ちょっとかわいい。これお土産。え、まさか。うん、前に進みます。あー、パパが2人いる。いや、全員卒だったんかい。